えっと、今回はデザインカッツから、2020年9月に入手したバンドル品から、このカレントロ、えー、クラッシーセリフについて説明します。まあ、ここにセリフと書いてあるので、まあ、フォントそのものなんですけれども、ファイルタイプは OTF だけですね。で、これがサンプル画像で、こういう図形、あるいは文字を、えー 作ることができます。これがサンプル画像ですね。で、ここにオールキャラクターズとっていうことで、まあ、こういう風にちょっと模様がついてるというか、曲線がついてるっていうことですね。ここまでですね、説明としては。で、いつものように、えー、チャートで説明すると、まあ、今回 OTF は2種類、えー、1種類だけです。 で、えー、ここに、えー、まあ、いつものようにアフィニティデザイナーでフォームを作るんですけれども、一応2種類作成しました。2種類作ったっていうのは、あの、タイポグラフィーの設定があったからですね。で、左の方は、あの、ラテン文字も一応フォームとして入ってるんで、ちなみにちょっと作成してみました。 で、まあ、こうやって一つ一つ見ていって、まあ違うところがあれば採用するみたいなところで作っていくんですけれども、で、今回は、まあ幸いにして、えー、SVG ファイルとして出力をして、ブレンダーでインポートしたところ、どちらとも OK でしたね。要は、あの、エラーがなかったというか、 で、エラーがあった場合は、例えばここ V とか WXYZ とかってこう重なってますよね。で、この状態で JPEG ファイルを作ると、もうこの形の通りに処理されてしまうので、これは文字を分けないとダメですね。ただ、アフィニティデザイナーで SVG ファイルを作るときは、別にこうやって重なってても問題ないです。 もうすべて、この文字、えー、一つ一つを、このブレンダーで、ここにあるレイヤーですね。このカーブズっていうところ、名前がつくんですけれども、えー、そういうふうに処理されるんで、えー、別物になります。同じになることはないです。同じっていうのは、結合された、あの、同化されたような状態にはなんないです。だから、OK の場合はいいんですけれども、 NG になった場合、えー、これを画像処理で、えー、また SVG ファイルを作るということになれば、このあたり重なっているところは、あの、なるべく間を空けるというか、まあ、スペースを入れて <laughs> ずらしていくだけなんですけれども、そういう処理が必要になります。で、今回は、先ほどの えー、これですね。一つはこういうファイルですね。あの、ラテン文字。えー、まあ、多言語にも対応してることも確認するために、こういうふうに、えー、フォームを作りましたので、ただし、やはりこの W とか Y とかですね、対応してないですよね。で、もう一つですね。まあ、タイプグラフィーの設定があれば、 もうその違いを見ながら、例えば大文字の絵って、えー、これとこれ、あ、違いますよね。<laughs> そう。こうやってね、探すのがめ、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。例えばこれ、O は、これ同じですよね。P は違いますけれども。えー、こちら、O の真ん中に点がありますよね、こちらも。 で、p も同じで、q が違いますよね。という感じで、何が違うのかっていうのを、これが数が増えれば増えるほど、例えば a なら、あ、違う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 とか、あ、えー、同じものがないかとかって探すのはめちゃくちゃ時間かかりますね。これ本当にどうにかしてほしいですよね。要は共通してるところ、要は同じ図形は、 もうそれは同じなんだから、それを排除して違うところだけ表示してほしいですよね。えー、個人的にはそう思います。で、これはもう基本 OK だったんで、まあ、えっ、ー、と、ブレンダーで見ても、こういう風に、えっ、ー、と、黒い部分がないというか、えっ、ー、と、エラーがないというかね、 でこうやって 3D にできます。こちらの多言語の方も全然問題ないですね。で、もう一つの方もこういう風にできてます。で、先ほど言ったものは、例えば、こうやって VWXYZ ってありますけれども、例えばこれ V 選択をして G でこう動かすと、 あるいは w を g をクリックして動かすとこういうふうに別々のファイルになってるんで、え、扱いやすいというか、今これ重なってますけれども、ここね、v と w、x もここ重なってますよね。でも x をクリックして g ってやれば、こういうふうに x だけの分子になりますので、 OK であれば全然問題ないんですよね。まあ、こういうふうにできるからこそ、えー、この前処理としての、えー、例えば VW の間にスペースを入れたりとかっていうのは必要ないということです。ということで、今回は特に問題なかったということで、えー、説明は以上になります。